大使のもとにその歴史は始まりました。富山大学ヒストリア。高岡市中川園町、今富山県立高岡高校が建つこの場所には、かつて富山大学工学部の校舎が建っていました。木造の古い校舎は大正13年に高岡高等商業学校の校舎として建てられたものです。学校の講堂には当時としては珍しいシャンデリアが飾られ、そこは高岡の六名館と市民から親しまれていました。高岡高等商業学校は戦時中の政策により高岡工業専門学校に転換しました。富山大学工学部はその高岡工業専門学校を前身とする学部です。大学開学当初、工学部には設備も不足しており、実習のために他の学校に出かけることもあったといいます。校舎や学生寮も高岡高等商業学校時代からのものを引き継ぎ使っていました。そんな環境の中だからこそ、工学部生の強い気骨が養われていたと卒業生の田辺さんは振り返ります。学生寮もありましたけども、これが行学寮と呼んでましたけども、この寮も大変老朽化が進んでおりましたですけども、ただ私がこう見ると学生は大変ですね、その古さゆえにプライドを持ってたといいますかね、そんなところがあったような気がしますね。でその当時富山大学は二期校と呼ばれておりましたですけども、一期校には絶対負けないという気概だけはですね、全員持ってたように感じております。昭和59年から工学部は五福キャンパスに移転を始め、高岡高等商業学校として大正時代に建てられた古い校舎は姿を消しました。多くの学生たちが青春の思い出を刻んだ校舎はなくなりましたが、五福キャンパスの工学部には講堂を飾ったシャンデリアが今も大切に保存されています。工学部の歴史を静かに見つめてきたシャンデリア。富山大学工学部の時代の潮流をつかむという神髄は、この灯り続けているシャンデリアのように今も光り輝いています。